アゾキシ化合物アゾキシベンゼンアゾキシ化合物とは、有機化学において、一般式が、R、N イコール NR、あるいは R、N イコール NR と表される、化合物群。アゾ化合物の N をキシドにあたる。アゾキシ化合物の部分構造である、N イコール N の2化の官能元を、アゾキシ元と呼ぶ。式のような共のため、N、NO、部分は極子として、 n イコール nO 部分は1、3、相極子としての性質を示す。ニトロソ化合物とヒドロキシルアミン誘導体と混合すると脱水縮合が起こりアゾキシ化合物が生成する。ニトロ化合物をアヒサンナトリウムなどのオンワナ、還元剤で還元すると中間体としてニトロソ化合物とヒドロキシルアミンが生じた時に縮合してアゾキシ化合物となる。同様の反応は ニトロソ化合物を基質としても良い。アゾキシ化合物をトリフェニルホスフィンなどで穏やかに還元すると、アゾ化合物が亜鉛などの強い還元剤を作用させると、アミンを与える。N イコール NOV が1、3、双極子としての性質を持つことから、感化不可反応の基質となる。方向属アゾキシ化合物に強酸を作用させると、形式的に酸素が方向間のパライに移動する。 バラッハ天移が起こる。ありがとうございます。